有村架純、目黒蓮の恋人役いつ恋以来8年ぶり月9出演、再び能動的に作品を。女優の有村架純が、フジテレビ系ドラマ、海の始まり、7月スタート、毎週月曜21時から、に出演することが20日、明らかになった。このドラマは、主人公の夏、目黒蓮、が、大学生だった時に付き合っていた交際相手であり、別れて以来、7年もの間会うことがなかった水木の死をきっかけに、自分と血のつながった娘の存在を知ったことで人生が変化していく物語。有村が演じるのは、夏にとってこれからの人生を共に歩みたいと考える恋人、百瀬弥生だ。弥生は仕事の関係で夏と出会い、付き合うように。交際が始まり3年が経ち、そろそろ結婚も考えようと思い始めていた時、夏に子供がいることを知る。それは、夏にとってだけでなく、二人の未来を書こうとしていた弥生にとっても、青天の霹靂、霹靂の出来事だった。ある日突然、愛する人に、その人がかつて好きだった人との間の子供がいることを知った弥生が何を考え、どのように向き合っていくのか。その揺れる心模様も、この物語の重要なテーマになる。有村架純、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう以来、8年ぶりの月9出演となります。村瀬プロデューサーとも久しぶりのタッグとなりますが、出演にあたっての特別感などあれば教えてください。約1年前にこの物語に出会った時、人は円滑に生きていくために痛みに蓋をするのかな、と感じました。誰かを思うことは決して楽ではない。私はこの作品が教えてくれることを知りたくなりました。プロデューサーの村瀬さんとはいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう以来、久々にご一緒させていただきます。お互いの変わらない心根も共有しながら、再び能動的に作品を作れることを嬉しく思います。弥生役の印象、演じる上での意気込みを教えてください。一つ一つを見落とさないように弥生を考え続けたいです。視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。キャストスタッフの皆さんと良い作品作りができるよう丁寧に向き合いたいと思います。よろしくお願いいたします。